やっぱ地元の宮城でまだ撮影してなかったのでなんかスタイルブックも出したんですけど以前その時に宮城に行く機会もなくてなんでこう地元での撮影をしたいっていうのがあってカレンダーであの実現できました人気俳優の宮瀬劉美さんが自身3冊目となるカレンダーを発売故郷の宮城県で撮影が行われたカレンダーの魅力を熱く語りました ロケ地が僕の地元の仙台だったんですけどなんか僕の昔行ったことのあるよあるというか絶対ある行ったことのある場所で撮影をさせてい,ただいてだかまあ本当に里帰り感覚でカレンダーを撮らせていただいたのでまあ本当に表情も一個一個違いますしなんだろうな地元にいる僕っていうのをうリアルにこう捉えられているカレンダーになっていると思うのでそういうところに注目して 見てほしいです宮瀬隆美さんが3冊目のカレンダーを自身の誕生日に発売撮影地は故郷の宮城県故郷だからこそ撮影できた表情がたくさん詰まったカレンダーとなっていますやっぱ地元の宮城でまだ撮影してなかったのでなんかスタイルブックも出したんですけど以前その時に宮城に行く機会もなくてなんでこう地元での撮影をしたいっていうのがあって。 カレンダーでで実現できました宮城にある「朝市っていうのが僕の,あの親戚がやってるお店があって仙台,仙台ではい、はい、そこの八百屋さんに顔出したりとかなんか本当に里帰り感覚で撮影もさせていただいてでその親戚の,あのお店で撮影もできたのでなんかすごく良かったなって思いますお気に入りカットは1月です 場所は岡マっていう山で撮影させていただいたんですけど山も登って9月ぐらいに行ったんですけどまあ普通に山も寒くてでもなんかこう多分僕人生で岡間12回ぐらいしか行ったことなくて本当にあんまり行ったことがなかったので久しぶりに戻ってきた感じありましたしま行った時は本当大雪だったんで。

具体的というよりかはあの本当に10代で学んだこと経験したことをとりあえず20代では失敗を恐れずとりあえず挑戦して失敗してもいいから経験を得るっていうその失敗からの経験もすごく大事だなとめちゃくちゃ思うので自信を持ってあのいろいろ挑戦していきたいなって思います。 えー、3回目の僕の,このソロカレンダーということで、あのー、もう今年もこうやってカレンダーを皆さんにこう届けることができてすごく幸せですし、えー、本当に皆さんの一日一日がこのカレンダーでちょっと元気が出たらいいなと思いながら撮影してたので、えー、思う存分楽しんでください。よろししくお願いします宮瀬 自身3冊目となるカレンダーを発売。故郷で撮影された豊かな表情が収録のカレンダーを公開テレビ朝日 AI アナウンサー花里結菜がお伝えしました。